今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ試合が間もなく開始されます。楽しみですね。期待しましょう。なお主審を務めるのはセルゲイ・ピプキンです。今日の試合はどのような喜びを与えてくれるのでしょうか。さあ始まります。ビエラ、いい形でゴール前まで持ってきました。攻撃がここで止まりました。相手ボールです。入るか。キーパー反応した。ボールを弾く。コーナーキック。決まるか。狙いすぎてしまったということでしょうか。惜しいチャンスでしたね。綺麗に決まりましたね。時計はまだ前半7分を指したところです。早くも先制点が生まれました。ビエラ、メドベド、今のは残念。いいですね。デルピエロ。さあスタジアムのテンションが上がります。中はどうだ。ボールは蹴り出されます。チャンスになりそう。よく見えています。いいパスだ。カウンターを止めて相手は一安心でしょう。主審はセルゲイ・ピプキンのプレーをどう見たか。踏ん張りどころでしたからよく耐えましたよ。危険な位置です。緊張感が増してきます。ビエラ、ビエラ、競り合いになりました。いい形を作りつつあります。デルピエ振り抜いた。まだボールは生きています。ゴール。同点のゴールが決まった。スローイン、攻守が変わります。
メドベド、デルピエロ、タックルを受けています。これで決まりだ。頭できた。ゴールキックに変わります。ビエラ、最高クラスのパサーです。アシストを量産する選手ですね。スローインに変わります。ミスパスがありました。いい形でゴール前まで持ってきました。オフサイド。これは際どい判定ではないでしょうか。タイミングとしてはいいタイミングですね。あとちょっとですよ。デルピエロ、シュートが正確な選手ですが、このチャンスをものにできるでしょうか。ちょっと消極的なパス回しです。横へ展開。キャッチはできません。ボールがこぼれています。さあ、周りを見たい。シュートだ。これは外れます。得意の形でのシュートとはいきませんでした。そうですね。でもまあ、そのあたりの判断は難しいところですよ。デルピエロ、ここを起点にできるか。ボールを運びゴールに襲いかかります。フラッグが上がっています。オフサイドです。は読まれていたか。いい形ができつつある。プレーは流します。止めました。アドバンテージは取りません。ヘッドで捉えた。ディフェンスがコースを塞ぎます。かわして攻撃に出る。どうする。コーナーキックになりました。どうなる。ここでハーフタイムを迎えます。さあ、これは互角ともいえる内容で折り返しとなったのではないでしょうか。はい、こういう拮抗した試合ですとベンチワークが非常に重要になってきますね。このハーフタイムは大事にしたいですね。後半開始です。
思わず息を呑む瞬間でしたが、今のスルーは通りません。さあゴールの方向を向きたい。さあ狙っていった。このシュートは残念、入りません。今日はずっとですね、怖いところに顔を出してますから、これを続けたいですよ。ボール支配率です。メドベド、周りを確認したい。苦しかったですけど、よくしのぎましたね。いいクリアでしたが、さらに拾われます。通った、いい形になる。ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。打った、クリアできるか。これはもう大きいですよ。こういうプレーはチャンスを引き寄せますから、次につなぎたいですね。これはいけません。全く同感です。さすがにやりすぎではないでしょうか。さあ選手が入ります。動いてまいりました。これはトリックプレーもあるかもしれません。つながります。フィニッシュの精度を欠きました。ゴールならず。ビエラデルピエロ、このパスの先には誰もいません。スローインになります。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、パス通りました。顔を上げたい。パスが通った、上がった、大きく超えていった。ナイスセーブですよ。この試合どちらが制するかまだ分かりませんね。メドベド、チャンス、シュート、入った、ゲット、ゴールゲット。これでリードを奪いました。危険な位置です。緊張感が増してきます。いいパスだ、打ってきた。ゴールネットを揺らすことはできませんでした。デルピエロ、つながった。アイディアは良かったんですが、スルーパスは通りません。ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。ここで選手の交代です。フレッシュな選手を投入します。
メドベド、デルピエロ、パスが華麗につながります。頭でシュート、ビエラ、デルピエロ、主審が試合を止めます。選手の交代です。得点を取りに来たということでしょうか。審判が壁を注意しに行きます。ヘディングシュートです。お、浮かしてしまいました。いや、本人も悔しいでしょうね。シュート、ボールはまだ生きています。これはもったいない、オフサイドです。オフサイドですか。ほんのちょっとでしたね。いい判断でしたよ。よく飛び出せました。キーパー好判断で危ない場面も救いました。このまま終わってしまうのでしょうか。いい形を作りつつあります。入るか。シュートには選手が詰めています。このパスはダメでした。通りません。危ない場面でした。ピンチでしたがクリアして、ひとまず混乱を収めます。ディフェンスの前に出た。中はどうだ。大きく蹴り出されます。シュートはブロックされました。予感のあるパスがつながった。クリア。なんとか乗り切った。ビエラ、勝敗を分ければ決定的。抜かれてしまっていたら大ピンチという場面でした。誰が蹴っても直接狙える選手なだけに、キッカーの見極めには集中しないといけません。チャンスの匂いのするパスです。さあ周りを見たい。メドベド、さあスタジアムのテンションが上がります。メドベド、いい形ができつつある。攻撃を組み立てられません。ここでゲームの終了を告げる笛が鳴りました。